あんなひどいこと言ったんだろう。見えない傷の痛みは誰よりも知ってるのに。あの時君はどうして平気そうな顔をしてたの。飲み込んだ言葉を思い出では何度も噛み続けた。頭ん中垂れ流してた映像と考察はマッドエンドロールみたいにずっと腑に落ちないんだ。ああ聞こえない、何も知らない、だって考えてたっても答えは出ないのに。ああ叫んでら楽になるんだ。半数思考で僕を夜に溶かす。しなければ僕はやられてたんだ。そりゃ誰だって自分のことが一番大事だろう。あの日の君の心はもう確かめようがなくて、優しいだけの言葉を求めては何度も噛みつぶした。バカみたいだ、いらない自分が脳内を把握して、アンビバレントな噂にいつも振り回さ、何もわかんない。だって君は消えちゃってもう9時間。